はい、ムチ TV のムチです。本日ご紹介する商品は、前回の動画に続きましてね、サンツリーさんよりご提供いただきました。サンツリーさんありがとうございます。本日ご紹介する商品は、前にもご紹介した商品、こういうのございました。はい、スマートフォンホルダーです。ご自宅でもいいんですけどね、一応こちらは、車用のスタンドホルダーとなっております。ホルダーというより、マグネットで固定するという斬新な、仕組みのものになってまして、大変気に入っております。そうです。まずどういうものかというと、こういう風になっていて、これが、土台の部分なんですけど、これベース、裏にね、こういう風に両面テープがついていて、どうなるかというと、ペンってこういう風につきます。で、ここ、球面になってるんで、マグネットの力でつくので、もう自由に、好きな角度で、位置を決められる。で、これがね、結構ね、当たり前で、単純なんだけど、車って、つけるもの、車種によったりして、全然いい、なんだろう、ポジションがなかったりするじゃないですか。で、決まった形になっちゃったホルダーとかが多いので、こういう風にね、些細なんだけど、360度でね、位置を決められる、好きに決められるっていうのが素晴らしい商品だと私は思っております。大変ね、レビューも多くて、売れております。ちなみにこういう風に土台の部分にサンツリーっていう風に入っていて、オリジナル性も大変あります。で、中にこういう板、これね、鉄のプレートになってます。大変薄いです。こう見えないぐらいね、鉄のプレート。で、予備のですね、両面テープ。と脱脂剤が入ってます。で、これのクリーニングでアルコールみたいなスースーするやつね、あれでパーッと、貼り付けるところに拭いてグッと固定すれば、もうこういう面でも、全然つけれます。ちなみに私のビッツ、ちょうど左側のパッセンジャーシートのシートベルトのランプの下の辺、ちょっと写真ね撮ってくればよかったんだけど、その下の辺に貼ってあります。で、好きな角度にこういう風に調整して、スマートフォンをつけてる。で、今は何をつけてるかというと、車専用機になっています iPod Touch 5かな、5世代目の、薄いやつ、あんま変わってないやつね、今のロー iPhone 6と、それを、ジュークボックス代わり、あとは YouTube とかねの再生に、使うようにしてます。で、それで車のねナビと後ろのシートの子供用のテレビに、映し出せるようにしてるんですけど、それを固定するのに最高で、これちょっとまだ試してないんだけど、今ここで試しましょう。こういう iPhone 6S、私最近機種変しました。で、こういう手帳タイプね、これつくかなと思ったんですよ。でもこういう革張りのだと、なんかスマートフォンホルダーにしなきゃいけないし、こうやって折ってねつけなきゃいけないと、ここのところのね折り返しの部分、こういうとこ挟んじゃうじゃないですか。でも多分大丈夫だと思ってるのは、このカバーの隙間に入れるんですよ、この鉄のプレートを。もうある程度ね位置決めて貼ればいいんですけど、このプレートね、で、まあ貼るの嫌な人は貼らなくてもいいと思います。隙間に入ってれば。で、これをこのスマートフォンホルダーに、スマホホルダーというのはケースに、ここら辺にね、ほとんど今回分かりやすい真ん中に入れましょうか。真ん中に入れてケースに戻す、パチンコ、はい、戻したね。で、これどうなるか、多分つくと思う。ほら、あ、すごい、どこだ、ここかな、どこだ、ほら、つく。ただちょっとさすがにこれだときついかな。行くかな、あ、行くね、行く行く、ちょっと揺れて、でも車の多分振動とかぐらいだったら全然、あ、落ちちゃうかな、落ちちゃうか、さすがに落ちちゃうか。でもこういう風に、例えば家のねとこに、自分の固定の例えば、デスク周りとかにこういう風に固定して、ちょっとここなら見えるかな、こういう風にね固定して、もうこうやって家帰ってきたらここにポット置くみたいな、ほらこういう感じでさっとつけれるんですよ。これすごいよね、磁力がすごいから心配なんだけど、ほらこういう感じで、土台もこれ、見た目の通りです。プラスチックじゃないんです。この玉はメタルの玉で、こっちに磁石が多分組み込まれてるんです。なんでここにパチンとつくと結構な重みになるんで、安定感があります。なんでこういう風に、例えばこれ見えるかな、これね結構際に置くじゃない、際に置いてポンと置いてもこうやってつけれちゃう。ほら、おさすがに生地感。でもなんせこれすごいよね、ほらほらこれだったら最悪これでもギリギリいけるかななんて思っちゃう。これすごいです。なんで、まぁ、ちょっと今実験的にね、こういう革の、
タイプのケースの上になおケースみたいなのがついてるのがね、とこに入れましたけど、じゃなくても、例えばケースとケースの間、本体に貼りたくない人はケースとケースの間に貼れば、この鉄のプレートをね、これをケースとケースの間に貼ればもうペタッとつく。ほんとすごい磁力なんで、びっくりします。本当に直張りで直でつけたら取れないくなっちゃうんじゃないかぐらい結構勢いあります。なんで安心して、車でもつけれると思います。詳細の方ね、いつもに下に Amazon のリンク貼っておきますんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。お値段も安いんで、なんかそういうのあんま詳しくなくて、例えばたまたま友人の車に乗って、ああこのスマートフォンホルダー良かったなとかっていうね、もう現物を見て買うんだらいいんだけど、実際買ってみたら自分の車のエアコンの吹き出し口に合わないとか、いろいろそういうのあるじゃないですか。なんだけどこれダッシュボードのね、この面積の分でいいと思います。ここの貼るこの両面テープのね、この平らな部分があれば基本どこでもつける。あとはこの自分のスマートフォンの、この角度につける位置にこう変な障害物がないかとかっていう確認さえできれば、つけれます。サイズはちょうどここの上の部分、まあこういう風に見たら500円玉ぐらいかな、上から後ろから見ると1円玉ぐらいのベースかな、もうちょっとなんかごめん嘘ついたな、10円玉ぐらいかな、10円玉ぐらいのこの貼り付ける部分があればもうどこでも設置できます。一番いいのはもう平らなところきれいにダッシュして、もう絶対取れないようにしてペトッと貼る。である程度ね、こう24時間ぐらい粘着をちゃんとやって、その後使用するといいと思います。ちなみにこの今さっき説明してる時見えてると思うんですけど、 3M のね、強力な両面テープになってます。サンツリーさんすごい丁寧で、箱の中の方にはこういう風にねちゃんと、日本語の、説明書も入ってます。本当に難しいこともないんですけど、しっかり、どういうのに注意したらいいよとか、汚れはしっかり取った方がいいよとか、そういう風に、説明しております。ちなみに前回もちょっとサンツリーさんのご提供と言ってもらったんですけど、商品はサンツリーさんで、サンパシフィック神戸さんのアマゾン店さんから、ご提供いただいております。いつもありがとうございます。繰り返しますが、こちらの商品、下にアマゾンのリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。アマゾンのリンクね、大変リンクの方で、レビューの方もしっかり上がってますんで、チェックしてみてはいかがでしょうか。以上、ムッチ TV のムッチでした。チャンネル登録もお願いいたします。ではまた。